はい、皆さんお疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。まずはね、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。それではちょうどね、これ、昨日、自分のライブで、フェザー級全体のことをね、話していたんですよ。まあそこでも取り上げていた話なんですけど、これ正式に発表されましたね。IBF フェザー級王者の、ルイス・アルベルト・ロペス・ベナードが、これ8月10日、アメリカのニューメキシコ州、アルバカーキの、これティングリー・コロシアムですね。そこで、元 WBO スーパーバンタム級チャンピオンのアンジェロ・レオと防衛戦を行うことが決まりました。これがトップランク興行ですよね。お、ルイス・アルベルト・ロペスは、まあ、統一戦を望んでいるんですが、なかなか決まらず、まあ、とりあえず一戦、もう一回防衛戦を行うということですね。いやー、よく戦いますよね、ベナードは。しかもまたまたアウェイか。いやー、もう、ルイス・アルベルト・ロペスっていうのはどこででも戦いますよね。今回の相手のこの、元 WBO スーパーバンタム級チャンピオンのアンジェロ・レオは、確か記憶が正しければ、那須川天心選手とも、スパリングをやっていましたよね。だからこれ、アンジェロ・レオの興行なんです。アンジェロ・レオの地元の、ニューメキシコ州ですよね。いや、またまたアウェイですよ。ルイス・アルベルト・ロペスは。まあ、このベナドはね、もうイギリスに乗り込んだり、まあ前回は、あれ、ニューヨークでアベレイヤ選手と戦いましたよね。まあこれは一応、中立の場ですよね。今回は完全アウェイですね。いや、これ、ベナドはね、こうやってアウェイにどんどん乗り込んでいくんで、どんどん強くなってる感はありますよね。この、アンジェロ・レオのことなんですけど、まあスタイル的にはもうメキシカンですね。まあメキシコ系アメリカ人だと思うんですよ、このアンジェロ・レオは。いや、どんどん前に前に出て打ち込んでいく、ボディ打ちが結構得意ですよね。過去にフルトンとも試合をやって、もう一進一退の攻防、はい、まあこれポイント差でフルトンが勝ってるんですよ。このアンジェロ・レオはトラマイン・ウィリアムズと、空位の WBO、スーパーバンタム級王座決定戦で、まあ、勝って、チャンピオンになって、そして防衛戦でフルトンと戦い、フルトンに、まあ、これでも大差判定で負けて王座を取られたんですよね。まあ、完全テクニックで負けた感じですよね。その後なんですけど、アーロン・アラメダ、ニコラス・ポランコ、そしてマイク・プラニア。まあ強い選手にしっかりと勝って、そしてまた今回世界に再チャレンジですね。この、だからルイス・アルベルト・ロペスからすると、まあでも格下ですよね。まあこれいい打ち合いが、面白い打ち合いが見れると思いますよ。ただこれ勝つのは、まあ力の差でルイス・アルベルト・ロペスだと思いますよ。まあアンジェロ・レオ確かに結構打ち合いで打たれ強くて、まあ面白い試合はするんですが、このベナドと比べるとちょっとパワーが落ちるかなという感がありますよね。まあ今回はフェザー級で戦うんでなおさらですよね。これが日本時間で8月11日の日曜日ですね。アメリカでは8月10日。この日は別の興行でフルトンも試合があるんですよね。フルトンは別の場所で、ロニー・リオスと戦います。いや、これ放送2つとも見たいですよね。フェザー級はね、これから、まあ、再来年ですけどね、井上尚弥選手が来る階級でもあります。いや、大注目の階級ですね。ちょうど、フェザー級に関して、昨日の夜のライブでフェザー級特集をやっておりますのでね、そちらも見てください。ではね、フェザー級ちょっと見直していきましょうか。フェザー級は WBO がチャンピオンのエスピノサです。エスピノサはこのランキング2位のセルジオ・サンチェスと試合が決まっていますね。そして3位のロベンシー・ラミレスも、確か格下の選手と試合が決まってるんですよ。そしてレイバル、WBC はレイ・バルガスとブランドン・フィゲロアですね。こちらが秋に統一戦をやるとは言われております。
そして IBF はこのルイス・アルベルト・ロペスとランキング10位ですね。ランキング10位のルイ・アンジェロ・レオが、これアンジェロ・レオの興行で試合を行います。これはアンジェロ・レオ側はルイス・アルベルト・ロペスに結構お金を出したということですよね。そして WBA はチャンピオンがニック・ボールですね。ニック・ボールはまだ試合が決まってません。そして WBA には1位にフルトンがいますね。フルトンはランキング13位のロニー・リオスと試合が決まっております。まあフルトンはロニー・リオスを倒すと、もうニック・ボール戦に控えるという感じではないでしょうか。はい、フェザー級ちょっとね、アベレイヤ選手とか、あと亀田智樹選手もいるんでね、トップ戦線に絡んでいけるでしょうか。まあ亀田智樹選手は、IBF でね、レラとドラミニと1位決定戦を行うことが決まっておりますね。これが8月24日になるのではないかとは言われております。いやー、フェザー級はね、面白いですよね。どうなっていくか。アベレイヤ選手も、秋頃、復帰戦を考えていると言っておりますね。そして、もう一つの話題なんですけど、先日ね、ビッグマッチで、まあ、圧倒的勝利をして、度肝を抜いた、タンクこと、デイビスですね。デイビスの次戦なんですけど、これが、もうライト級で、IBF のチャンピオン、ワシル・ロマチェンコと戦うのが、濃厚だと言われております。なんか11月に戦うとかいう、ニュースも一部で上がっておりますね。そしてトップランクのボブ・アラム氏も、このロマチェンコと、このタンク・デイビスと戦うことを、まあこれから交渉を始めると言っておりますね。まあこれはビッグマッチになるんでね、まあお金も入るんで、ボブ・アラム氏も、まあノリノリでしょうね。まあ、トップランクと PBC はね、仲あまり良くないとも言われてるんですが、まあ、こういうビッグマッチはね、やらせたいでしょうね。まあ、おそらく決まるでしょうね。ロマチェンコからしたらこれは厳しい戦いにはなると思うんですが、まあ、ロマチェンコもね、キャリア終盤と自分から言っているので、まあ、ビッグマッチできるならやるでしょうね。そしてもう一方のライト級なんですけど、WBC のシャクル・スティーブンソンと WBO のチャンピオンの、デニス・ベリンチクが、まあ、年末あたりに統一戦を行う計画もしているみたいですね。まあ、シャクールは一戦あるんですけど、まあ、それは間違いなく勝つでしょう。だから、ライト級が、これ、統一に向かっておりますね。これ、やっぱりデイビスがいるんで、統一に向かわせる感じですよね。WBA のデイビスと IBF のチャンピオンのロマチェンコがまず戦います。そして WBO のベリンチクと WBC のシャクールが戦います。そして勝った同士で来年、まあ、4団体統一戦と、まあこういう計画ですよね。まあこれ完璧ですよね。これは進んでいくんではないでしょうか。まあデイビスを完璧な4団体統一チャンピオンにまあ、やっていく方向ですよね。そしてね、面白いのが挑戦者に、ウィリアム・セペタっていうのがいるんですよ。セペタは、ライト級の4団体で全てトップに来てるんですよ。これだからセペタと、このデイビスが4団体の防衛戦で戦う可能性もありますよね。いや、セペタはね、だからこれ、一戦、強い選手を倒して、ちょっとアピールしたいとこですよね。ただ、ライト級はだから、キーショーン・デイビスなんかもいるんですけど、セペタ対キーショーン・デイビスを、これ、やってほしいですよね。いや、ライト級はまたまた盛り上がってきてね、面白くなってきてます。いや、注目ですね。ちょっとスーパーフェザー級がちょっと今、あんまり人気選手がいないですね。このあたりも、これからどう盛り上がっていくかね。まあ、スーパーフェザーに関しては、フェザー級の選手がね、今もう、ほとんど減量区になっております。先日ニックボールに負けたレイモンド・フォードなんかはもうスーパーフェザー級に行きましたよね。だからスーパーフェザーこれからまた盛り上がっていくかもしれませんね。なスーパーフェザーは力石正則選手なんかもいるんでね。まあここも注目ですよね。はい、ということでね、まあこのフェザー級からライト級、ちょっと自分の中ではかなり注目階級ですね。はい、どうなっていくか楽しみです。それではね、また新たな情報入り次第こちらの方で放送していきますので、
皆さん、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、X とね、インスタグラムもフォローの方、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。